映像はねちゃんと撮れてたんで、まあ、若干ちょっともうちょっと 上がいいかなっていう感じはあるんですけど、ちょっと上に上げるかな、はい、ちょっとだけ上げました。はい、3本目いきます。で、そうだな、どうしよう、何を練習しよう。今日はもうね8の字は今何回かしたからいいとして、何しようかな。また芝刈りしてもね痛めるだけなんでね、あまりしない方がいいかな。そうなると、何しよう、とりあえず、自由に飛ばしてみるか。はい、今日130のね、金額をちょっと調べたりしてどうしようかなと悩むとこですね。今これ、スティック、センターでいい感じです。どうしようかねと。やっぱ2セールだからね、結構これよりもぶっ飛ぶとは思うんですけどね。大体ね、もうどの方向も ほぼ慣れてきたとは思うんですけど、まだ、ピルエットの8の字サークル、もうまだサークルもできてない。あ、サークルできたっけかな、サークルはできたっけ、8の字ができてないんかな。いや、間に合ってないね。多分操作は間に合ってないとは思うけど、できてるっちゃできてるかな。あ、止まった。あとね、昔ちょっと本で見たんですけど、ここから4ポイントフリップっていうのがあって、やり方ちょっと忘れたんですけど、エレベーターダウンで、この時にね、なんかラダーかなのダが入ると、こう右こっちに向く感じになるんですよ。要は90度。何の技だったかな、技名は多分ないと思うと思うんですけど、4ポイントフリップだったかな多分。エレベーターダウンとエルロンかな、エルロンダウンとエルロンかな。ちょっと待ってよ。ダウンとエルロン、あ、それだ、ダウンとエルロンで90度横幅に変わるんだけど、ちょっと暴れるね。もう一回。ダウンとエルロンね。同時打ち。こんな感じ。して今度は、ここから、アップとなんだっけな。あ、動いきおる。背面から今度ね、アップフリップ。とどっちのエルロンだろう。そうするとね、今度ね対面になるんですよ。ダウンとエルロン、あーっと、なんか暴れるね。おっと、危ねえ。はいはいはい。そうするとね、こう対面の正面だったかな。そしてまたここで同じようにまたダウンのエルロン、こうは。で今度逆のね、こんな感じになって、してまたアップ、ちょっと難しいぞ。頭で考えると難しいぞ。アップのなんだっけ、エルロンどっちだろう。アッ
ップの右かな、ダウンの右、あ、多分そうだ、ダウンの右だからアップの右で、またその繰り返した多分、ダウンの右、アップの右、そう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 、これこれこれ、そしてまたダウンの、あーとー、あう、もう4分経ったな、あ、やべ、これちょっとピッチずれてるかもしれない、浮きが良すぎる、あーとね、アップの右と同時打ちと、アップじゃないダウンか、うん、ピッチずれてるね、アップの右打ち、ちゃうな、ダウンのルロン右と同時打ちでしょ、で今度はアップの、また右だ、うん、全部エルロンは右で、アップ、エレベーターアップとダウンを交互に打つ、そうすると4ポイントフリップっていう名前の技名になるんですけど、いいかな、これがね結構ずれててたな、やっぱし、あの落ち方はどうだろうね、今、6時20分です、うん、今日はちょっと早めに帰りますけど、最近ね、いつも遅いんでね、はい、今日はちょっと新しい技目ですね、4ポイントフリップ、うん、まあ昔もできてなかったんですけどね、あ、ワンコが帰ってくる、はい、ちょっとホバリングだけちょっと確認だけします、はい、ホバリング位置はちょっと下がってるな、アイドルアップもうちょっとやっぱり4分も飛ばすとやっぱし元気ないな、一応、うん、で飛ぶけど、うん、いいでしょ、多分あの電池がないんでセンターでホバリングしないんだと思います、ん、ちょっと最後にね、ちょっと背面の安定を見てみるか、うん、安定いいなあ、今日いいじゃん、なんか、捕まえました、はい、OK です、はい、よし、今日は安定はいいみたいなんでね、ハンドキャッチもリリースも、問題なかったですね、はい、以上になります。